is モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。みんなさ、外でやっていきましょう。今回はですけども、北島三郎さんについてお話をしていきたいなと思います。あー、祭りだ、祭りだ、みんなざらしだということでね、よくわからんよな。はい、そんな感じで、北島三郎さんではなくて、下月幸三郎さんについてお話をしていきたいなと思います。めちゃくちゃだな。ちなみに今、寝起きでね、まだ、30分経ったか経ったんかぐらいですね。だから寝起きからこんなテンションなんですよ。で、見てこれ。寝起きだからさ。翼生やさねえとこれウルージになれねえよと思ってさ、もう物理的に生やしに行ったよね。ということで皆さん乾杯。くーたまらんな、めちゃくちゃ来るね。お、なんか来たぞ来たぞ、翼が生えない、生えねえのかよ、ヒーハーということでね、物理的に生えることはないということで、北島三郎さんじゃない、下月幸三郎さんについてお話をしていきたいなと思います。今回の最新ジャンプ、まさかのもうとんでもないことになりましたね。この和道一文字の流れが一気に来たわけでございます。なんとあの和道一文字と、そしておでん様の持っていた閻魔でございます。なんとこれが同じ下月の人が作ったという件でね、びっくりでございますよ。まさかの和道一文字と閻魔がそんなつながりがあるとは。だからこそこの閻魔がゾロ先輩に渡るっていうのは何の不思議はないというね。そしてまあ、この刀を作っていったのが下月幸三郎ということでね、このサンが来るわけでございますけども、ここからつながってくるのってやっぱね、下月村にいるあの人物でございますよね。まあ、そういう風につながってくるわけでございますけども、今回ねちょっといろいろと時系列をまとめていきました。まあ、事の発端としてはね、92巻の SBS に書いてあった流れあるわけじゃないですか。あそこともいろいろつながってくるわけでございます。で、まあ、何十年か前にワノ国のね船がイーストブルーに到達したという風に言っているわけでございますから、その何十年っていつなんだろうなんてすごい気になっていたところでございますけども、そこが今回思いっきり分かったということでね、まあ、下月幸三郎この人物が実は、まあ、和の国を出てしまったと。もともとこの人が、まあ、その剣を作っていった和道一文字閻魔の生みの親っていうわけでございますけども、その人物が50年以上前に和の国を違法出国したっていう風に、まあ、秘鉄さんが言ってるわけでございます。で、そこから繋がってくる SBS、 要するにこの何十年か前っていうのは50年ぐらい前っていう風になってくるんだよね。で、改めてこの92巻の SBS に書いてあったことをねちょっと見ていくと、何十年か前に和の国の船がイーストブルーに到達したという事実があるようなんです。その時の子孫が皆さんの知るとある人物なわけですが、これは本編でやるかもなのでまだ話しませんっていう風に、まあ、小田先生が言っていると、その話と思いっきり繋がってくるというね。あとこの言葉遣いで一つ思ったのが、これは本編でやるかもしれませんっていうかもっていう時はこれ結構やる説あるかもね。まあ、そこまで見えてるわけですからね。で、特に今回の内容を見てみると、いや絶対にこれ出てくるね、あの人物というかすげえ重要な位置の人物じゃないですか。それ出てくるよねっていうので、もしかしたらこういう風に軽くシュワって言ってると、おーっと今の言葉取り消すなよいっていう風になってくるよね。もう一回言ってみたいな感じになってくるわけでございますけども、そうだからめちゃくちゃ重要な人物だっていうのが、まあ、今になってね分かったというわけでございますね。まあ要するにこれ結論からいくと、92巻の SBS で言っていた皆が知っている子孫とはっていうところでは、これ幸四郎に繋がってくるわけでございますよね。幸四郎先生、ゾロ先輩の、まあ、道場のね、先生になるわけでございますけども、彼に繋がってくるっていう話になるんでしょうね。まあ名前的にも幸四郎と来て幸三郎と来てっていうわけでございますから、あらっていうような話だよね。要するにこれって50年以上前に下月幸三郎が和の国を違法出国、そこからイーストブルーにたどり着き下月村を作る、そして行きの道中かついてからか、まあ、はたまた和の
国でか、まあ幸三郎の息子としてこの幸四郎が生まれたのではないのかっていうような流れだよね。まあ年齢的にもそんなようなところだと思うんですよ。多分当時で言えばね、こう3、4歳とかドマックスで50何年前とかってなってくると10歳いってるかいってないかの流れだと思うので、そこら辺考えていくと和の国で幸四郎先生が生まれたのか、行きの道中かついてからかっていうような流れ。まあもしかしたらね、物心ついてから、まあ、出ていくっていう可能性もありますけどもね。7、8歳って言ったらワンピースの世界ではね、結構もうなんか自我を持ってる流れがあるので、そこら辺考えていくと、まあワンちゃん和の国に行ったのかもしれないっていうね、そんな可能性もある。じゃあなんでこの和の国を、まあ、彼らが出たのかっていうところでございますけども、考えられるところとしては、やはり鎖国をしているね、この和の国でこの子供を育てていくっていうところに将来性を感じられず、まあ、妻と一緒に違法出国したのではないのかっていうのが一つの考えとしてあります。まあこれ後ほどまたお話ししますけども、この線が結構可能性高い。でもカイドウさんとか関係あるんじゃねえのっていうふうに思うかもしれないですけども、まあそこら辺は後ほど。そして気になるのがこの名前の流れでございますよね。まあ下月家はね、まあ代々自分の父親の名前を1234っていうふうに継いでいってるわけじゃないですか。まあ幸三郎と来て、そしてそこからの幸四郎っていうふうに、まあ、来るのではないのか。多分僕の予想ではこういうふうに受け継いでいっているっていうふうに思うんですよ。ってなってくると、じゃあ幸三郎さんの夫さんっていうのは下月幸次郎っていうふうになってきて、そこからさらにその夫さんは下月幸一郎っていうふうになってくるのではないのかっていうね、まあ、そこから見えてくるラインもまた出てくるわけでございますけども、まあ、こうなってる可能性が高いと。で、果たしてじゃあこれがなんか違和感あるのかって言ったら、まあ、この時点で全くないんだけども、ワンピースの世界においてはそういったようなご家族っていうのは他にもあるんですね。まあ、若干違うんですけども、サンジ君のところでございますよね。0、1、2、3、4っていう風に生まれた順でなっているわけでございますよね。0、10、そして1時、2時、3時、親父っていう風に来るわけでございますけども、まあ、そんな感じで、まあ、名前の付け方があるわけでございますから、なんか4時が親父になっちゃったけど、だからこそ、この幸四郎の流れっていうね、幸三郎、幸四郎っていう風に来るのは、まあ、別に違和感はないのではないかと思います。だからこその下月幸一郎、そして幸次郎からの幸三郎からの幸四郎っていう風に来るのではないのかと思うんですよね。ただ僕が考えるところとしては、この幸四郎っていう風にこれだけで終わるのではなくて、さらには幸次郎、幸三郎、幸四郎、京四郎っていう風に来るのではないのかなんて考えるんですよね。あららっていうね、ここで京四郎さん来ちゃうんですかみたいなね、人を切らない剣、あれそれってもしかしてここで繋がってきちゃうっていうね、そんなところを僕はちょっと考えているんですよね。まあ要するに僕が考えているところとしては、幸四郎と京四郎っていうのは兄弟なのではないのかっていうね、ジョンさんお得意の兄弟説かっていうふうに思うかもしれないんですけども、いやいやいや、本当にあの可能性がめちゃくちゃ高いよって話なんですよね。名前が思いっきり幸四郎京四郎っていうふうに似てるんですよ。要するに本当であれば、まあ一人生まれて、そしてその名前を受け継いでいくっていうので、まあ幸次郎、幸三郎、幸四郎っていうふうになっていくんだけども、幸四郎の代のところが、まあ双子だったりとか、まあその兄弟だよね、兄弟っていう感じで生まれてきたって考えると、ああそうか、幸四郎もう一人の名前どうするみたいなさ、じゃあもう京四郎でいっとくみたいな、そんなような流れがあったのかもしれないですよね。だからこその、まあここの兄弟説っていうのが一つ見えてくる。そしてもう一つね、あの気になるところとしては、この流派なんですよ。まあ要するにそのゾロ先輩にね、幸四郎先生が教えた剣術でございます。まあそのミスター1の時に教えた、切りたいものを切る、切りたくないものを切らないっていうね、その考えを、まあ、ゾロ先輩に教えているわけで、そして京四郎さん、京四郎さんはその剣術で小紫を救っているんですよ。だからここ重なってくるんですよ。まあ普通にね、小紫もぶった切られた、終わったと思ったんだけども、切られてなかったっていうね、そこら辺がまさに、まあ、その教えと重なってくるんだよね。でこの和の国っていうのはもともとめちゃくちゃ強いとされていたのが、まあ龍馬になるわけでございますけども、彼が使っていた流派、ここから二つにバッと和の国の中で、まあ、流派が生まれているんですよね。それというのがこの狐尾流、そしてこの下月一族の使っている、まあ、流派に繋がってくるのではないのかっていうふうに思うんですよ
ね、ああいう風に火をガンガン出していくっていう狐火流があって、そしてこちらの切りたいものは切る、切りたくないものは切らないっていうね、こういった剣術にまあ繋がっていくのではないのかっていうね。もっと言っていくと、この流派っていうのがまあ要するに下月家のための流派でございますよね。じゃあ狐火流ってどこの流派って言ったら、まさに繋がってくるのが光月家なんだよね。光月家がメインで使ってる流派が狐火流かっていう風に考えていくと、あららっていう風になってくるんだよね。だから意外とこの二つってなんかこうバチバチな関係だったのかもしれないよね。だから下月家とそして光月家っていうのが実はバチバチだった、だけども誰かをきっかけにまあ仲良くなっていったっていうね。だからこそのその流派が合わさった時がある、合わさったことによって最強の剣士が誕生した、それこそがおでん様だったのではないのかっていうね。だっておでん様が使っているこの閻魔でございますよね。閻魔っていうのは下月家が作ったものになるわけでございますから、まあ、まさにそういう風に繋がってくるのではないのかっていうね。だからもともとなぜ龍馬が最強だったのか、それというのが下月家を使っている流派と、そして狐火流だよね。この二つの力が二つで一つだったからこそめちゃくちゃ強かったっていうね。だけどもそこから分裂してしまったら、その最強の剣士ってのはまあ誕生してこないわけでございますよね。でそれをやったのがおでん様だったのかもしれない。そしてこのお家がこう仲良くなっていったみたいなね、可能性はあるよね。でそこからの、ゾロ先輩が来るわけでございます。ゾロ先輩が今まさに、今本来であれば下月サイドの人間なんだけども、光月サイドのためにまあ動いてるわけじゃないですか。そして狐火流を覚えていくのかもしれない。そうなっていくとまあ新たな龍馬の誕生っていう風になってくるわけでございますよね。二つの流派を使っていく最強の剣士っていうね。まあそんなこんなでちょっと流派をもっとね、奥の方に今詰めていたわけでございますけども、要するにこの切りたいものは切る、切りたくないものは切らないというところでは、光四郎京四郎が繋がってくるっていう風に僕は思うんですよ。だからこそここは兄弟であり、そして光四郎京四郎の親っていうのが光三郎なのではないのかっていう風に思います。念のため言っておきますけども、冒頭で言った北島三郎さんっていうのは全く関係ないのでよろしくお願いいたします。ということで、まあこんな感じで色々と繋がってきたわけでございますけども、まあ結論でございます。結論としては、和の国を違法出国した理由でございますね。それというのが、まあ鎖国した国で剣術を極めても世界最強の剣士にはなれない、和の国最強が限界だった、だからこそまあこういう風に和の国をまあ出ていったっていう風に考えるのが、まあ一番それっぽいなっていう風に僕は思うんですよね。やはりこの鎖国でね、まあ閉ざされた国を飛び出して、でそこから外の世界で子供を育てれば、まあその子供が世界最強を目指せるっていうね。まさに鎖国した国を出てしまえば、まあ子供は世界中の強い剣士と戦う機会が持てるわけでございますよね。だからこそ世界を知るために国を出たっていう風に考えるのが一番それっぽいなっていう風に思うんですよね。で結果、まあこのゾロ先輩の話で言うのであれば、ミホークさんと会ってるわけじゃないですか。世界最強の剣士でございますよね。それと会っているわけでございまして、でまあこの世界を知るっていう、目的、光三郎さんの目的と合うような言葉をミホークが言ってるわけでございますよね。まあゾロ先輩を倒して、そこからミホークが言った言葉、己を知り世界を知り強くなれロロノアっていう風に言っているんですよね。もうまさにその考え通りのことを言っているんですよ。己を知るね、己を知って、そこから世界を知りっていうね、井の中の蛙っていうのがまさにその鎖国した状態での流れになるわけじゃないですか。でそこからの世界を知れば、さらなる強さっていうのも求めれるわけでございますよね。そういったところもリンクしてくるっていうね。まあだからこそ冒頭でこれ言った話なんだけども、カイドウさんどこ行ったんですかっていうね。カイドウさん来たのって20年前なんですよ。だから別に関係ないんですよね。だからこそ彼らっていうのは、まあそういう風に強さを求めて世界を知りたいっていうことで、まあ、出ていったって考えるのが、まあ一番それっぽいなっていう風に思うんですよね。結構やばいでしょ。いろんなところが繋がってくる。光三郎さんからの光四郎、こういう風にまずはもうドテッパンで繋がってくるところでございますけども、そこから京四郎のラインが繋がってくる。でさらには光四郎京四郎が兄弟なのではないのか、からの今度は流派へと繋がっていく。流派が繋がっていってからの龍馬の元々の強さの理由っていうところに繋がってくる。そこから最強の剣士が誕生しなかった理由っていうのが繋がってくる。でそこからおでん様の強さっていうところにも繋がってくる。流派が合わさるっていうことだよね。そして今度はゾロ先輩にまた話が繋がってくるわけでございますよね。閻魔でございます。新たな最強の剣士誕生っていうところで、まあ、このゾロ先輩の話が繋がってきてからの出国の理由、そして世界を知るという話からのミホークさんのお話へと全部が繋がってくる。これがワンピースのめちゃくちゃやばいところなんですよね。まあ、こんな感じで今回は、まあ、この北島康三郎さんが北島
島幸三郎さんでいろいろなんか混ざってるけども、幸三郎さんについてお話をしていきましょう。僕としてはまあこういう風にいろいろとブワッてこう連動してくるのではないのかっていう風に考えます。皆さんはいかがでしょうか。皆さんの考えるところね、ぜひともコメント欄に書いてくれたらなと思います。ということで今回はこの辺で終了していきましょう。最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンお忘れなくでございます。あとあの私のツイッターフォローお忘れなくでございます。僕のツイッターをフォローしたら一言 DM 送ってくれたらね、僕もフォローばしますから、ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザラシということでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!